前回のハードライン。今こそ皆さん共に未来の警察を作りましょう。ドーズは忙しそう。カーショップか。コリアンマフィア、ブーマンっていう協力者がいる。それがカーンの商売。盗難車は列車で国中から運ばれてくる。カーンの商売を終わらせよう。990万ドル相当のコカインだ。こいつを運び出す。行くぞ。チクシュン。それで何か分かった？お、技術的な解説が欲しいなら詳しく聞かせるけど。ノー。よし、見つけたぞ。なんだ？カーン宛ての招待状。客のリストが面白い。半分くらいと仕事した。パーティー会場はマウントオリンポス。これは暗号か？嘘みたいだけど、こういう住所なんだ。パーティーは今夜0時から。カイと俺で調べる。問題は？ええ、ドレスは用意してないけれど、いける。うん、最高。行こう。すぐに作動する。どこでそんなもの手に入れた？ブーマーよ。何度か銀行強盗を手伝ったらしい。侵入経路を探して。正面玄関以外よ。できるだけ痕跡を残さないように侵入して。できるだけね。で、誰の屋敷なんだ？ニール・ローク。 IT 長者で人間のクズ。麻薬に自由に。ドーズの民間警察会社に出資するようなやつってことか？その通りよ。相当なセキュリティを仕込んでる。だからこうしたわけ。警報の心配はない。電気は切れてる。ただの非常と。電源はまだ死んでる。大丈夫。ブーマンの腕は確かよ。ニック、ジムに窓があるわ。正面はなし。別の道を探して。いいわ、そこを入って。侵入成功。次は盗聴器を仕掛ける場所だ。ブーマーによると、大勢の犯罪者が集まるそうよ。会議室か何かを探しましょう。カイ、こっちだ。なんだか静かすぎて落ち着かないわね。銃声さえしなければ問題ないさ。その番は何度か登録が変えられているようね。ロークが荷物を？どんなクズになればこんな豪邸で暮らせる？金持ちのクズ。ハリウッドのクズよ。そうか。こっちだ。屋敷も眺めもクソくらいだ。
いけない、携帯がそのままだった。盗みの仕事は初めてなのか。ははん。待って、聞こえた？会合は2時間後でしょ。カーンのメールにはそうあった。盗聴器を仕掛ける場所を探さないと。どうやら会議。これでいい。そうか、よし仕掛けだ。行くわよ。おっとまずい。行くぞ。メールは OK だ。発電機を回ったぞ。0時に始まるはずじゃ。変更があった。こちらにどうぞ翔くん、くつろいでくれ。カーンが来るんじゃなかったのか。カーンだが来ない。妻が病気だそうだ。病気？まだ25だぞ。風邪だろ。大げさな。カーンはすでに消えてる、正式に。だから会合の時間を早めた。お前たちが守ってたんじゃなかったのか。我々の契約にはランクがある。誰がやった？お前か。俺は抜ける。翔くん、座りたまえ。黙るんだ。黙って彼の話を聞くんだ。いいか、別に難しく考えることはない。マイアミでお前たちのようなクズの調停を行ってる。問題は全てこうやって解決、話し合い。お前らの縄張りもドラッグも必要ない。俺たちが提供するのは警察、軍事会社、国境警備隊のネットワーク。しかるべき対価でネットワークにアクセスできる。マイアミでは成功している。そこでだ、地元の顔役の諸君ならこのビジネスの意味が分かってもらえるはずだ。それでいい。それでは諸君、ちょうど今こちらにハリウッド最高の占い師のお嬢さん方がリムジンで運ばれてくるところだ。諸君もぜひ素晴らしい未来を占ってもらえ。楽しんでくれ。なあ、説明してもらえるんだろうな。カーンをやったのは古い知り合いかもしれない。何人かに話をしておく必要がある。今晩また戻ってくる。君たちの金は私の特別室に納めてある。安心したまえ。あの野郎がいる。カイ、窓から出れば奴に追いつける。ストダードは忘れろ。いい考えがある。え？携帯を貸せ。ええ、なぜ？なくすとまずいデータは？そのパズルゲームだけ。ブリーフケースに携帯を隠せば追跡できる。ドーズの汚い金を戦場前に奪って手に入れようってこと。ああ悪くない。でも一人で行って。ああ、私はストダードと話をつけさせてもらうから。一緒に探し回るのは無理。こっち手を貸して。また君を信じるとはな。これは私の問題。私のだと？君たちは俺から3年を奪ったんだぞ。俺の問題だろ。裏切ってごめんなさい。無所にいる間に俺の母親は亡くなった。ニック、私は。なんだ、聞きたくもない。勝手にするがいい。着いた時には停電してた。死ぬかよ。見えたか。そこにいるぞ。気をつけろ。オーケー。
泣きやがって。そこだぞ。そう。やろうやれ。どこだ。やつはどこだ。ここにいるはずだ。どこだ。とにかくやれ。気をつけろ。逃がさないぞ。後ろは任せろ。いたぞ。囲むんだ。おい、なんだ。いた。なぜ。ふざけんな。おい、いたぞ。行くぞ。やつを殺せ。ここの中だ。いたぞ。いたぞ。そこだ。アメリカさんより。おいおいおい、俺のだ。絶対下ろす。なんだよ。おい、なんだ。うわ、くそ。何か逃げてくる。よし、やつだ。早く急げ。そっちだ。近くで間違いない。そっちだ。散らばれ。
やつはそこだ。どこ行った。死んでる。おい、こっちだ。そこにいる。一回下ろすな。よしよし、喧嘩。そこは見つかる。死んな。ここだぞ。バンクーバーのダチからもらったカナダの極太のやつだ。なんだ、アメリカさんよりいいってやつ。おい、動くなよ。何か。話しろ。おい。やつは銃を持ってる。逃がすな。前に出ろ。注意しろ。そこだ。この近くで間違いない。そこだ、そこだ。やつはこっちに来た。こっちに来たぞ。おい、誰だ。おい、なんだ。そこをか動くなよ。はい、やるんだ。抜けんな。行くぞ。どいつを殺せ。そっちだ。この近くで待ち、見つけたよ。そこだ。ふざけやがって。こっちだ。こっちだ。OK、 やつはそこだ。やつを探せ。そこにいないか確認しろ。手をしっかり上げろ。おい、何。
冗談だろ。どうやら私の名前を知らないようだな。知っていたらお前は私から盗もうとは思わない。そんな脅しは聞かないぞ。なるほど、お前はメキシコ人のようだな。強盗か。だがただの強盗というわけでもないだろう。俺はそう見たが、金持ちの家ならこの辺りにいくらでもあるのに、お前はこの屋敷を選んだ。どうしてだ。理由は何だ。ああ、挑戦するのが好きなんだ。それではその期待に応えよう。ボタンを押したぞ。これで薬を決めた男どもが10人ばかり銃を持ってそこに駆けつけるだろう。怖くなったか。ちっともならない。私はこっちにいるもの。おっと、これは考えたな。二人組で仕事か。たまたまよ。降参しよう。本当だぞ。だがお前が持てるだけの金全部持っていくといい。そして急いで使え。金を買え、ボートも買うといい。どちらにしろ私からは逃げられんと思え。絶対にな。ちょっと黙って、聞いてる。ちょっと立ち寄ったの。警報止めてくれ。ああ、ダメ、止められない。そっちに連中が行くわよ。Oh!
少なくとも始末書を書かずに済む。ストダードは？知らない。デガいるんじゃないかと思って。ありがとう。行きましょう。ドーズとヤツは君に何をした？私は普段から相棒を裏切ったりする女じゃない。なるほど。それに私はドーズの命は狙ってない。そうか。じゃあヤツをどうする？引きずり落とす。ヤツが周りの人間にしてきたように。ストダードは？死んでも構わない。大丈夫だ、チャンスはまたある。次はきっとヤツの方から来るわ。